実写作品。後世に名を残すような名作漫画やアニメや映画やドラマとして実写化されるパターンが多いですよね。実写アニメを見ているとアニメの中からそのままキャラが出てきたのではないかと思わせるほどクオリティが高い作品を時々見かけます。というわけで本日はクオリティの高さに最も感動した作品はどれなのか、実写ランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルのコミュニティ欄で募集したアンケートの投票数とコメント欄の内容を参考にした順位で発表したいと思います。総投票数15,000、今回もたくさんの投票&コメントありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第10位、キングダム。孤児で奴隷だったシンが天下の大将軍になることを目指す物語で、すでに累計8000万部を突破している超大ヒット作品が2019年5月に待望の実写映画化を果たした。本作の主人公である新役には山崎賢人、衛星役には吉沢亮、その他にも火曜天役に橋本環奈、陽炭王役に長澤まさみなど、とにかくメンツがすごすぎる、豪華すぎる主役級の演者が揃い、当時の話題をかっさらった。特に自分が映画を見ていて感動したのが、演じるのが一番難しそうだと思っていた王騎将軍のアニメの雰囲気を大沢たかおが作り出していたところ、うわぁ役者ってすげーと思わず感想が漏れてしまいました。コメント欄でもキングダムの作品名が多く上がっており、見事にランクイン。第9位、サイキクスオの災難。生まれながらにして超能力で何でもできてしまうサイキクスオを中心に、粘土、カイドウ、ハイロ、テルハシ、ココミなど個性豊かなキャラクターと日常を繰り広げるジャンプを代表するギャグ漫画である。主役であるサイキクスオ役を務めるのは山崎賢人、ヒロインであるテルハシココミ役を務めるのは橋本環奈。たまたまだが一つ前に紹介したキングダムと同じタッグのキャスティングとなった。個人的には原作とまた違った世界観の仕上がりになったと思ったが、ネット上で感想を調査してみると原作と違うところも嫌な感じなく楽しめたとの声が上がっていた。また本チャンネルのコミュニティのコメント欄では、特に各ケントのクボヤスがヤバいとのコメントもちらほら見られ、主役以外の個性豊かな俳優陣にも注目が集まる一作であり、見事にランクイン。第8位、闇金牛島くん。主人公である牛島くんは金融会社カウカウファイナンスの社長であり、副業として不動産屋や風俗店の営業にも携わる生っ粋のアウトロー。そんな牛島くんを演じるのはフローズのラスボスや勇者ヨシヒコなど様々な役をこなしてきた山田孝之。こちらもレビューを調査してみると、山田孝之の迫真の演技が怖すぎる、演技のクオリティが高すぎて気づいたら全話見終わっていたなど、山田孝之の演技力、役のハマり具合を評価するコメントが多く見られた。確かにこの人が出演する映画やドラマはマジでハズレがない気がする。コミュニティのコメントでも多くの注目を集めて見事にランクイン。第7位、カイジ。定職に就かず自堕落な生活を送っていた主人公カイジは、友人の借金の連帯保証人になったことで多額の借金を背負うことになり、カジノ戦に乗せられることになる。そんな崖っぷちのダメ男を演じるのは藤原竜也。主人公に相対する利根川幸を演じるのは香川照之。物語の過激さや人間臭さをこれでもかというほど表現した圧巻の演技で視聴者を驚かせた。さすが劇場型の演技派俳優。本動画のコメント欄でも、カイジは最高だった、藤原竜也と香川照之を選んだ時点で勝ち、利根川幸雄の香川さんの演技が好きですといったコメントで溢れており、見事にランクイン。第6位、のだめカンタービレ。続いてランクインしたのはエリート音大生千秋とゆるふわ天然女子のだめが一流の音楽家を目指すのだめカンタービレ。完璧超人の千秋を演じるのは玉木宏、天然少女のだめを演じるのは上野樹里。ドラマ映画のどちらも大ヒットし、のだめ旋風を巻き起こした。こちらの作品については、原作は読んだことないけどドラマまたは映画だけ見たという人も多いのではないでしょうか。私はドラマを見てから原作を読みましたが、本当にドラマと同じじゃんと漫画を読んで改めて実写の再現度の高さに驚きました。コミュニティでは、のだめカンタービレは実写が本家なのかなってくらい合ってたと思うというコメントが上がっており、もはや実写が本家なのではないかという意見が溢れていた。見事にランクイン。第5位、アイアムはヒーロー。2009年に連載がスタートした人気漫画で、累計発行部数は800万部以上。冴えない漫画アシスタントの主人公鈴木が突如謎のウイルスによってゾンビ化したゾキュンに襲われるという物語設計で、逃げる道中で出会った女子高生とサバイバルを生き抜くアクションホラーである。主人公であるダメ男漫画家を演じるのは大泉洋、道中で出会った謎の女子高生を演じるのは有村架純。手に汗握るサバイバルの最中、個性豊かなゾキュンの動きや言動など笑える要素も盛りだくさんで、笑ってビビってを繰り返しながら見ていました。個人的に最もしび
びれたのは押し寄せる大量のゾキュンたちを銃で迎え撃つシーン。大泉洋がマジでかっこよすぎました。コミュニティのコメント欄でも映画としての完成度が高すぎると絶賛の声が上がっており、見事にランクイン。第4位、デスノート。名前を変えただけでその相手を殺すことができるデスノートを使用して犯罪者を片っ端から始末し、理想の世界を作り上げようとする八神ライトと世界一の頭脳を持つ名探偵エルによる壮絶な頭脳戦を描いた物語。主人公である八神ライトを演じるのは藤原竜也、相対する天才探偵エルを演じるのは松山ケンイチ。個人的には松山ケンイチのエルのクオリティが高すぎて本当に漫画の世界から出てきたのかと思いました。また映画版のデスノートは原作とは全く異なるエンディングとなったが、最後の映画のオリジナルのシーンとか原作よりもいいんじゃねと思ったなどのコメントも寄せられており、原作を読んでいるファンも興奮させる名作となった。松山ケンイチのエルの完成度、八神ライト役の藤原竜也の圧倒的な演技力を絶賛する声が多く見られ、コミュニティの投票でも多くの票を獲得し見事にランクイン。第3位、テルマエロマエ。時は古代ローマ時代、風呂の設計に携わるルシウスはアイディアに行き詰まり失業していた。そんな中、友人に誘われた公衆浴場にて現代の日本にタイムスリップし、そこで得た知識をローマに持ち帰り成功するという物語。主人公の古代ローマ人であるルシウス役を務めるのは阿部寛。日本人離れした阿部寛のローマ人ぶりに世界が驚いたことでしょう。また彼だけでなく、バドリアノス役に市村正親、ケイオニウス役に北村和樹、アントニウス役にシシード・カイなど顔が濃い俳優陣が一堂に集い、本当にローマにタイムスリップしたかのような不思議な空間を作り出した。コミュニティでは古代ローマ人を演じた役者陣のクオリティが高い、テルマエロマエは阿部さんの顔が濃すぎてマジで雰囲気出してたとのコメントが寄せられており、俳優陣のキャラが完璧にはまり見事にランクイン。第2位、銀魂。第74巻までの国内累計発行部数が5500万部を突破しているジャンプ屈指のヒット作品で、主人公銀時が運営するよろず屋を中心に繰り広げられる人情コメディストーリー漫画である。主人公銀時役には小栗旬、銀さんの右腕新八役には須田将暉、最強のおてんば娘神楽役には橋本環奈、その他にも沖田役に吉沢亮、桂役に岡田将生など、全てのキャラクターが超一流の俳優女優でキャスティングされた渾身の一作。ネット上で感想を調査していると、豪華俳優陣の振り切った演技が面白い、キャスト最高すぎ、さすが福田監督と、ストーリーの内容よりも超一流の俳優陣たちが演じるキャラクターを評価するコメントで溢れていた。コミュニティのコメント欄でも銀魂実写を推す声が多く上がっており、見事にランクイン。第1位、流浪に剣心。かつて人斬り抜刀斎と恐れられた主人公日村剣心は、これ以上人を殺さないという殺殺の誓いを立て旅を続けるも、道中で様々な陰謀に巻き込まれ再び戦いの世界に足を踏み入れていく物語。主人公である日村剣心役には佐藤健、ヒロインである香織役には武井美が抜擢された。実写版流浪に剣心の一番の見どころは何といってもド派手なアクションシーン。さらに驚くのは、アクションに使われているのはワイヤーのみで CG や早回し編集は一切使われていないらしい。プロデューサー曰く、主演である佐藤健の驚異的な運動神経があってこそとのこと。コミュニティのコメント欄にも、流浪に剣心やな、アクションシーンには感動したとのコメントが多く寄せられており、投票でもおよそ半数の票を獲得した。ぶっちぎりの第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、岸ベロハンは動かない、実写版コチカメ、デトロイドメタルシティ、かけ狂い、名探偵ピカチュウ、ガンツ、アジン、ピンポン、20世紀少年、飛んで埼玉なども意見が寄せられていました。皆様たくさんのコメント本当にありがとうございます。今後もコミュニティのアンケート結果をもとに作成したランキング動画をどしどし作っていこうと思いますので、皆様これからもよろしくお願いします。またこんなランキングを作成してほしいというリクエストも本動画のコメント欄にて受け付けておりますので、どしどしコメントをお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。